明日 TS 第1弾めっちゃ楽しみです。どうもプロスピアノリーマン芸人の青野たかるです。よろしくお願いします。青野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ今日はね、2022年最新版のガチウォーターでランク戦やっていきたいと思います。ありがとうございます。まあ最新版ってことですけども、まあ、僕のガチウォーターって2つあって、撮影用、動画用のガチオーダーと大会用のガチオーダーというのがあります。はい、今回は、まあ、動画用、撮影用のガチオーダー、まあ簡単に言えばスピ重視ですね。スピが高い方を採用するというのが、まあ、動画用のガチオーダーとなっております。早速ね、オーダー見ていきましょう。はい、こんな感じですね。まあスピ4000が、まあ、一応村上くんと、丸さんね、まあ、この2人いるということで、まあ、一郎さんも今調理ですよという感じでございますね。まあ、これがね、一応動画用のガチオーダーですね。はい、まあ、落合さんが代打で柳田さんが代打ということで、右左最強バッターが、まあ、代打にいるということでございます。まあ、こんな感じかな。僕の、撮影のガチオーダーってこんな感じで、やっていますね。で、まあ、一応その打順が1番イチローラーですね。もうここ固定ですね。はい、まあずらーっとこんな感じでございます。4番翔平大谷っていうのがね、まあ僕ちょっと紐かなというふうに思っております。はい、でピッチはね、今日ダルビッシュさんとマー君でいきたいと思います。まあこの2人はね、もうなんて言うんだろう、うちの本当ダブルエースですかね。2枚看板、はい、まあ打たれないっす。2枚看板より成績が上なのがこのソトクローバーですね。ソトクローバーね、めちゃめちゃ強いですよ。で藤川さん、今日ちょっと疲れてるんで1試合目は出しませんけども、まあ、2試合目は活躍してくれるでしょうという感じでございますね。早く宮西さん3500から4000に継承したいですということで、ランク戦2試合いきたいと思います。よろしくお願いします。それではいきましょう。サトカブ、はい、ここでございます。相手の投手サトカブ、めちゃめちゃ綺麗、サトコブマジ嫌なんですけど俺、ソトコブ。まあお相手の方も結構打率も高かったんで、ちょっと気合い入れていかないとあかんですね。で、まあね、一応そのなんて言うんだろう、動画用のガチオーダーというか、動画用のダルビッシュさんの動画用のガチオーダーは一応そのシンダルなんですよ。まあ、シンダルっていうのはツーシーム A ですね。最近、新しい方のダルビッシュさんで、まあ、何してんの何してんのダルビッシュさん、何しとんねん、ダルビッシュさん。3番柳田ビットでランナーを一塁に置いています。ダルビッシュさん、おとといないピッチのダルビッシュさん、初勝利あげたダルビッシュさん、お願いしますよ。まあちょっと話戻すと、まあこのシンダルさんが撮影用のガチオーダーで使ってて、大会用のガチオーダーはセレダルさんですね。あの古い方のダルビッシュ。はい。さあタンタンさん、よろしくお願いします。さあ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 、僕は外コバを打っていくんですよ。僕は外コバを打てる男です。打てる側の人間です。さあエリア51。うん、これは間違いなく、まあ、やっぱね、キレついてるのちょっとわかるんだよな。あー、これはあかん。イチローの打球をイチローが通る。さあ外コーバーを打てる側の人間なんですか僕は本当に、うん、高見えその大歓声がヤオ外コーバー、もうさあ、なんか俺やるんだけど外コバさん相手にすんの。まあ、結局さ、その何、初回っていうか、そのさ、その日の初めての外コバって絶対打てないんだよね。何回かやってきたらその慣れるんだけど。いけ、掘れ。タイピン出ないの、アホかよ。タイピン出ない赤織はただの赤織だ。ゲッツ
キクさんナイス、オッケー。そしてタイピン、これはテキサス、ナイスですよ、ナイスですね。はい、レフト、レフト、レフト、オッケー。やりました、グヌヌグヌヌ。ここで落ち合い、ナイバチ、いいよ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 、そうですよね、あざす、ありがとうございました。さあ2試合目いきましょう。めちゃ強い方来た。はい、2試合目ですね、ウポポイさんよろしくお願いします。めちゃ強い方来ました、5割超え、はい、ランカーの方ですね。いやー、セレナルだ、了解です、行きましょう。そうですよね、そういう意味でも中盤バッターには注目していきたいと思ってますね。セレダルのスラブってボール結構強いと思う。あと高速感も強いんだよね、落ちる球を持ってきました。高速感もマジ強いです。あーやべえ、ツーシームの変、あー変化の前の位置か。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはダルビッシュ、そしてキャッチャーはフルタ。このバッテリーをちょダルビッシュさんでも俺得意よ、俺好きだから。やべえ、打ちました、セカンドが取る、打ちました、痛烈、やべえ。ちょっと大野ちゃんの大野ちゃん見せれないかもな今日。ここの高速スライダーめちゃ強いっすかね、これ絶対、うん、ここマジ強いっす。で戦場からの高速スライダーめちゃ強いでしょ、相手5割っす。ただ相手5割がゆえの満身もあるかもしれないよね。俺は5割だから、5割なんで、そういう満身がね実は落とし穴だったりするんですよね。これが3球目、はい、ライボー。じゃあここのスプリットどういう見方すんのっていうのを1回ね、1回挟むんですよ、1回挟むで、ああいう打ち方するってことはもうこの人に外角通用しないです。はい、もう通用しないです。なのでここはもうボール気味に攻めていく。ああ、これも落ちたな、全然いいっす。でタイピンついたんで、もうここのもうどんだけ曲がるねんと。ライト、イチロー、イチローさん守備悪くない？なんかあんまイチロー批判したくないけどさ、イチローさん守備悪くね。9時行こう、9時で前進守備 OK、 抜かれんな、定位置変えよう、抜かれんじゃねえぞ、ね、じゃあ1球スプリットを挟む、いいよ。で火の玉ストレート、オッケー。もう1球火の玉、はい、スタート。あー、しゃーなし、しゃーなしっすね。まあ抑えるよ、2点に、オッケー。オッケー、ゲッツーゲッツーゲッツー、ナイス。ダルビッシュに敗れてなるものか、いこう。これが翔平よ、これが翔平の打球。藤川さん得意よ実は。はい、ナバチーよ、同点のランナーが出ています。ナバチーよ、そうですね、まあここは確実に点、うわー、それ取る、ナイスさ。ストレートわずかに外れてボール、変化球打った、抑えた、うわー、マジか、どうよどうよ、大野ちゃん、これが大野ちゃんよ、見たか、藤川打ちよ、イチロー鈴木、ライト、イチ、キャッチャー、
さあ、ツーアウト、ツーアウト。行こうぜ。倒しちゃおうぜ。5割倒しちゃおうぜ。ナイスゲーム、ありがとうございました。見事藤川打ち完了いたしました。ありがとうございました。僕に勝てるやついる、あざした。